日本は後進国です。このデータを見てもそんなことが言える？皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。共にアジアの先進国である日本と韓国、しかしその実態には大きな違いがあるようです。今回ご紹介するのは、日本を訪れたアメリカ人男性が韓国人から日本は後進国と言われたエピソード。その発言に驚いた彼は、日韓の発展度について様々な角度から調べてみたのですが、その結果、両国には大きな差があることが分かったそうです。それでは早速ご覧ください。韓国人の問題発言をアメリカ人が調べた結果、僕の名前はバーネル。ニューヨークに住む30代のアメリカ人だ。趣味はアニメ鑑賞で、特に大好きなのが日本のアニメ。毎日仕事が終わったら自宅に直帰し、ジャンクフードを食べながらアニメを見る。自分だけの時間を楽しんでいるよ。でも僕だってアニメばかりを見ているわけではない。仕事柄僕は国内外の政治経済にも詳しくてね、毎日ネットニュースを見るだけではなく、 USA Today、 ウォールストリートジャーナル、ニューヨークタイムズ、ニューヨークポストの4紙を隅々までチェックしているのさ。そんな僕は数ヶ月前に初めて日本を旅行した。理由はどうしても手に入れたい日本のアニメのフィギュアがあったから。そのフィギュアは日本でしか買えない限定品、発売日に行かないと売り切れてしまう可能性もあったから、休暇を取って日本へ行ったというわけさ。どうせならいろいろと観光してみようと思い、2泊3日の日程に。日本ではたくさんの日本食を楽しんだ。寿司や天ぷらといった定番の日本食も美味しかったけれど、僕が一番ハマったのはつけ麺というラーメンの一種のような料理。麺とスープが別々の器に盛り付けられているから、麺のもちもち食感や小麦のうまみをよりダイレクトに感じることができて、こんなに美味しい麺料理が世の中にはあったのかと感動したよ。そして2日目は本来の目的であるフィギュアを買いに秋葉原へ。ところがそこでちょっとした事件が起きてしまったんだ。お目当てのフィギュアはかなりの人気だったため、僕が到着した時にはすでに店の外には長蛇の列。でも品数は十分にあるとのことだったので、僕も早速列の最後尾に並んだ。徐々に進む列に並び続けて約10分、ようやく店内に入れそうだ。そう思ってほっとした瞬間、事件は起きた。なんと一人の男性客が突然僕の前に割り込んできたんだ。その男性は韓国人。スマホを耳に当て韓国語を話しながら列に入ってきたから、すぐに分かったよ。すみません、私はここに並んでいたのですが、購入されるなら列の一番後ろに並んでいただけますか？英語が通じるようにブチギレたい気持ちを抑えて、僕はゆっくりと話した。そしたら彼は英語を話せるみたいで、流暢な英語でこう返してきたんだ。何を言っているんですか？僕はもともとここに並んでいましたよ。まさか開き直って事実までねじ曲げてくるとは。僕はもう怒りを通り越して呆れ果ててしまったよ。その後も続く僕たちの言い合い、周りのお客さんも言い合いに気づき始めたみたいで、僕たちの方をじろじろと見てきた。そこに騒ぎを聞きつけたと思われる日本人店員が店の奥から登場。他のお客様の話によると、あなたが割り込んだそうじゃないですか。購入を希望される場合は他のお客様と同じようにきちんと列にお並びください。彼は英語で韓国人男性に注意をしてくれたよ。みんなに注目されている中で注意を受け、気まずそうにする韓国人男性。最後には、後進国の惨めな日本人は黙っていろと店員に向かって捨て台詞を吐き、列に並ぶことなく立ち去っていった。彼の大声に驚いて、何人ものお客さんがこっちを見ていたっけ。
だけど僕にとっては割り込みをされて迷惑だったから文句を言っただけで、彼がいなくなってしまえばどうでもいいこと。無事にフィギュアを買った後は浅草や東京スカイツリーなども観光した。その時の僕はどうしても欲しかったフィギュアを買えた嬉しさでいっぱい。韓国人とのトラブルに巻き込まれたことなんてすっかり忘れていたよ。だけど帰りの飛行機の中で僕はふと思い出したんだ。あの韓国人が後進国の惨めな日本人と言っていたことを。わざわざそう言うからには韓国は日本と違って先進国ということなんだろうか。でも日本が後進国だなんて話は聞いたことがないぞ。気になった僕は韓国と日本の発展度について詳しく調べてみることにした。その結果分かったのは2021年7月の国連貿易開発会議での発表によって韓国が先進国になったということ。その会議では韓国の地位が発展途上国から先進国のグループに変更され、韓国は正真正銘の先進国になったんだ。ちなみにそれ以前にアンクタッドの中で韓国が属していたのはアジアやアフリカなどの主に発展途上国が含まれるグループ A、 そして2021年に韓国が仲間入りしたのがグループ B だった。グループ B に属しているのはアメリカやイギリス、そして日本など、いわば世界トップのグループってことだね。韓国が入ったことでグループ B は32カ国になったのだけれど、現在グループ B に属しているアジアの国は日本と韓国の2カ国のみ。それ以外のアジアの国々は発展途上国なんだ。つまり韓国が先進国の仲間入りを果たせたのはアンクタッドのおかげだったというわけさ。ところでみんなはアンクタッドがどのような機関なのかを知っているかな。おそらく名称は知っていてもその実態を知らないという人がほとんどだろうね。発展途上国の工業化と国際貿易の参加を促進しサポートするために設立された国連傘下の政府間機関がアンクタッド。わかりやすく言うとお金のない国を助けて世界レベルにする機関ってところかな。そもそも先進国とは一般的に経済が高度に発展している国のこと。そして産業化と経済システムを備えた国が先進国と呼ばれるんだ。豊かで強い国や資本や所得が多い国を先進国だと捉えている人は多いかもしれない。でもね、それはちょっと違う。実は単純にお金持ちの国が先進国になれるわけではなく、その分かりやすい例が中国。同国の総人口は約14億1175万人でインドに次いで世界2位だし、国内総生産についても世界2位だけれど先進国には分類されていないんだ。じゃあ先進国に分類されるためには何が重視されるのか気になるところだよね。まず先進国の基準として重要になってくるのが1人当たりの GDP と人間開発指数。1人当たりの GDP というのは GDP をその国の人口で割った数値のことだ。そして人間開発指数とは GDP や国民総生産に反映されない人間的な生活の度合いを測る指数のこと。国際連合開発計画が毎年報告していて、各国の所得水準や平均寿命、教育水準から算出されるんだ。簡単に言えば、その国にどれだけ所得格差が少ないのかや、公平な教育や環境で育ち、国を支える一員となっているかで判断されるってことかな。まあ、もっとわかりやすく言うと、とにかく公平ってことだよ。あとは経済協力開発機構国家群や OECD の委員会の一つである開発援助委員会のメンバーであるかということも先進国の基準として重要。ここまでの話で分かったと思うけれど、先進国入りの正確な価値基準は様々な項目を考慮しなければならないからすごくややこしいんだよね。そんな中で韓国が先進国になれたのは様々な経済的努力を続けてきたから。韓国が歩んできた道のりはハンガンの奇跡と呼ばれているんだ。
1950年6月、韓国では朝鮮戦争が勃発。それによって国内は廃墟同然となり、資本も資源も枯渇してしまった。3年後の1953年には、1人当たりの GDP は66ドルにまで減少。それでも韓国はコツコツと頑張った結果、成長を遂げたというわけさ。また1953年に477億ウォンだった GDP は2019年には1933兆ウォンに増加。60年ちょっとで約4万倍になったなんて異業としか言いようがないよ。さらに世界の GDP ランキングに目を向けてみると、1953年に109位だったのが2020年には10位まで上昇。2023年は若干順位を落として12位だったものの、それでもかなり上位につけている。これらの急速な経済成長っぷりを見れば、韓国の発展度合いがよくわかるよね。そして1996年には、韓国は先進国クラブとも呼ばれる OECD に加盟。だけど当時は韓国の OECD 加盟は時期尚早だという非難の声も多かったみたいだ。それならなぜ韓国が早くに OECD 入りできたのかというと、日本とアメリカからの援助があったから。さっき韓国は朝鮮戦争によってたくさんのものを失い、ボロボロの状態になったことを話しただろ。そんな韓国に救いの手を差し伸べたのが日本とアメリカだったんだ。韓国が半導体開発を望めば、日本は技術を投入し、戦闘機を欲しがればアメリカは戦闘機や空母の技術を提供。たとえ恩をあだで返すようなことをされても、日本とアメリカは根気よく同盟国だからという理由で韓国を援助し続けた。だから本来なら韓国は日本とアメリカには頭が上がらないはずなんだよね。それから日本で出会った韓国人の日本は後進国という発言の真偽についてなんだけれどね、いろいろと調べていくうちに衝撃的な事実が発覚したんだ。日本の国土面積と人口は韓国を大きく上回っていて、経済面でも韓国を引き離している。GDP は日本が世界3位であるのに対して韓国は12位。韓国は日本に大きく遅れをとっている。科学技術の面でも韓国の産業は日本の技術や材料に深く依存、いまだに日本なしでは生きていけない状況なんだ。さらに日本は多くのノーベル賞受賞者を輩出しているけれど、韓国は2000年に第15代大統領のキム・デジュンが平和賞を受賞しただけ。また国際的な影響力においても韓国は日本に遠く及ばず、日本は主要国首脳会議の一員である。さらに貨幣価値の面でも日本円はドル、ユーロに続く世界第3の貨幣となっているけれど、韓国のウォンは外国為替の決済高においてトップ10圏外。このような差は他にもたくさんあり、正直韓国はまだまだ胸を張って先進国とは言えない問題が山積みなんだ。韓国が先進国入りしたのが最近のこととはいえ、まさかここまで日本に差をつけられていたとはね。こうして調べてみた結果、韓国が先進国で日本が後進国というあの韓国人の発言は絶対に間違っていると思ったよ。そして後日、僕は YouTube でも日本と韓国の違いに関する動画を見ていたのだけれど、その中で日本経済をバカにする韓国の番組を見つけたんだ。経済の専門家と思われる態度のでかいおじさんは、日本は韓国と違って時代遅れ、日本経済は停滞し続けていると発言。それに対して周りのコメンテーターたちは、その通りだって感じで嘲笑しながらうなずいていた。 GDP や世界への影響力などありとあらゆる面で韓国よりも日本の方が優れているのに、自分たちの方が上だと威張り散らす韓国人を見て、僕はただただ呆れたよ。
多分韓国は昔からの反日教育もあって、日本を敵視してきたから日本は格下だと思いたいんだろうね。でも日本はそんな韓国に対して仕返しをすることはない。日本人の器の大きさは素晴らしいと思ったよ。アニメや漫画、日本食など僕は昔から日本のことが大好き。だけど今回こうやって調べてみたことでますます日本に惚れ込んでしまったね。海外の反応。技術面だけを見れば韓国は確かに発展している。でも社会性の面ではまだまだ発展途上にあると思うよ。僕が考える先進国の基準は科学技術とインフラ設備と生活水準、その3点に注目すると韓国は先進国か、あるいは先進国と発展途上国の境界線上にいると思う。例えば公共のトイレやゴミ箱が不足していることや、建物の美しさばかりにこだわり機能面がおろそかになっていること、このような点は胸を張って先進国だと言えるようにするためにも改善が必要だよね。たとえ韓国が先進国だとしても、一部の富裕層以外の暮らしぶりは発展途上国レベルだと思う。だから韓国人はアメリカや日本に移住したがるんでしょ。日本では行列ができていたら最後尾に並ぶのが社会通念上のルール。日本人が幼少期から順番を意識した教育を受けてきたおかげで規律ある日本社会が形成されたのさ。きちんと列に並べるかどうかって分かりやすい民度の指標だよね。まとめ。最後にもう一つ、日韓の差がよくわかる興味深いデータをご紹介いたしましょう。それはイギリスのブランドファイナンス社が発表している国家のソフトパワーランキング。このランキングでは国力を経済規模や軍事力ではなく、親しみやすさ、影響力、名声などの指標で順位付けしています。2023年に発表された最新版のランキングでは日本は前年よりワンランクアップして4位、一方で韓国は前年より3ランクダウンして15位となっていました。日本は多くの分野で韓国に圧勝。日本と韓国の差はまだまだ非常に大きいようですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。